PYOTTV YouTube そしてニコニコ動画をご覧の皆様こんばんは、閉店くんです。今回は埼玉県深谷市にございますマルハン深谷店さんに来てます。はい、ということでマルハンさん久しぶりですね。はい、ということで今回は埼玉県にある、マルハン深谷店さんでの、閉店くん撮影。いやね、ここまでねすごい調子よく来てたのにね、ちょっと一歩進んで二歩下がるみたいな感じになりましたけどね。でもまだ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 マイナス今700ちょいとかなんでね、うん、もう年内には絶対プラスにしてやる、うん、むしろ今日したいな。はい、それじゃあ早速店内に行ってみたいと思います。入店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 、やってきましたマルハン深谷店さん。それでは早速店内で食べに行きましょう。からのマルハンビーン。じゃあ行こうね。あ、すいませんね、セッション。あ、どうも、えいえい。あ、どうす、あ、すいません、ありがとうございます。社内一緒にいいですか。あ、いいですよ。何ですか、えいえい、ありがとうございます。あ、いいですよ、えいえい、ありがとうございます。あ、オキドキトロピカル。あ、どうも、あ、どうも、えいえい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、今、レンチャン中なんだ、いいな。あ、どうも、えいえい、ありがとうございます。あ、どうも、えいえい、ありがとうございます。なかなかいいんじゃないですか、ガッと出てますよね。え、なんかバーサスも良さそう、すごいね。あ、どうも、えいえい、ありがとうございます。あ、すごい、ジャグラー満台です。マイジャグラー2参ったな。クレアの数合すごいね、24の17、137分の1。おー、おめでとうございます。マイジャグラー3も36の32、角から2代目。はい、いいデータだ。あ、どうも、えいえい、今日までプラスにしましょう、頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます、えいえい、ありがとうございます。はい、すごいね。PGC1 回だけど35ってすごいですよ。うわ、お隣もすごい。PGC2 回の36回です。すごいですね。前日も25でしょ、1で。こちらも前日1引いて29とか。すごいね。もうすごいね、昨日。昨日もすごいけど、今日もすごいね、31。うわ、これ何これ。今まで見たことあるかな、58って。すごいね、昨日。はい。今日が今日28か。昨日は27だな。うん。あ、マジですか。あ、ありがとうございます。でも、500までハマったんで、はい、どんなか分かる。まあまあ、全然、素晴らしい。なんか、譲ってくださるというお客さんがいらっしゃいまして、ね、そういうのは無限に断っちゃいけないから。うん。失礼します。あ、どうも、えいえい。あー、すごい。あー、すごい。もう、あっちゃこっちゃで。あー、すごい。あ、この台ですか。あ、どうもありがとうございます。28も29、頑張ってください。頑張ります、ありがとうございます。じゃあ、置いとこうか。まあ、一応譲ってもらったんですけど、ちょっと台紹介ね、まあ、いい台なんですけどね。はい、115分の1、ハッピージャグラー V2、 すごい。あ、この台もすごいね。23の29、あちらのお兄さんの台すごい、71回、32の39です。すごいね。まあ、こんな感じで全然開く気配がないので、ご厚意に甘えて。ああ、いいんですか、えいえい、よし、おめでとうございます。はい、じゃあお客さんに譲ってもらったこちらの55ジャグラーで行ってみたいと思います。えいえい。はい、今回閉店くんが譲ってもらった台はキャディさんの55ジャグラーでございます。完全後告知ね。おさりパッチャスだね。700枚プラスにするには、ビーク2回でも足んないからな、3回だよな、投資1本で。ビッグ3の化け1ぐらいの。もう700回目前なんでね。はい、50枚目。
残念、追加倒し。ただ一つね、気になってるのはね、あれなんですよね、お客さんに譲ってもらうと勝てないんですよ僕でも譲ってもらうんです。勝てないのはだって俺の引きだから、うん、まあ今日はね本当に勝ちたい。譲ったお客さんもね、ああ譲ってよかったなって思えるような勝ち方をしたいね。100枚目大粘る。でも俺今日勝てると思うんだよな。残念、追加倒し。3本目。あ、今日なんで勝てるんじゃないかなって言ったのはお風呂掃除してきたんで、うん、水回りを掃除するとね、こう金運がアップするって。言うんで今日はね、あのガラスのあの鱗を、おお、おめでとうございます、鱗を取ってきましたよ。あの研磨剤みたいのがあって、でテレビでやったんですけど、あのスポンジとかを使うんじゃなくて、あのサランラップ、ラップで擦る方がいいと。本当にびっくりするぐらい綺麗になって、うん、要はスポンジだと隙間ができちゃったり吸っちゃったりするんで、こう威力が半減されちゃう、いや半減というか軽減か、軽減されちゃうんで、あのサランラップだと吸収しないから、もうそのままこう直に擦ってるような感じになるんで効き目抜群。騙されたと思ってやったら本当にすっげえ綺麗になってびっくり。ちょっとね、掃除が楽しくなりそうな感じ。あいつがどうし、4本目。やばいね、大きく負けるかもしれない。あー、200枚目。残念、250枚目。ちょっとやばいかな。お、あ、よかったよかった、投資一発目でやりました。ビッグがいいな。28の29なんで29の29にしたいです。お願いします。うい、あバケなんだね残念まあでもよかった。今回撮影に協力していただいたこちらマルハン深谷店さん宣伝をちょっとだけ。もうね、パチンコは海コーナー、そしてスロットコーナーはジャグラーでございます。ということでね、まだこちらのお店に来たことないよという方はぜひ一度マルハン深谷店さんに遊びに来て海コーナー、そしてジャグラーコーナーを楽しんじゃってください。せっかくね光ったのにバケだったね。ということで後半もう一回光らせることができるのか、どうぞご覧ください。ラスト、はい、さあ頑張っていきましょう。石川村ちゃんチャンス、おおすごい、さすが。ああやって、まあ僕は500から打ち始めてるんであれですけど、ハマってる時にチェリー同時当選とか入るとね、あー止まったーと思って安心しますよね。俺も投資が止まって安心してる。うい、あ、そうなの ?40 分。あ、え ?40 分。あら。土日40分あら。間違えちゃったかな。うわ、いかない。
やばい、じゃああと 2,3 分か。ってことは17分だったんだ。あぶねー、やめる気配全くないもんな。皆さんよかったよ、譲ってもらって本当感謝してます。ジャグレンしないんだ。97回転ほんと皆さんやめないですね。あージャグレンしなかった。あー飲まれた、残念呼んでる？まだ大丈夫？300枚いっちゃったよ。あれ？おお、やった！フリーズしましたよ。おい、ビッグ、よっしゃ、やった、やった。あれ、ここどうだったっけ？マルハン、深谷店、いい店、ありがとうございました。危ねえ。あれだったね、本当に5分勘違いしてて、お客さんが譲ってくれたから17分打てたけど、あれ譲ってこなかったら下手したらちょっとね。40分になりました。こちらビッグで終了です。来ました、終了で、はい。危なかった、本当に譲ってくれてありがとうございます。はい、ラスト、はい、やりました。あざす、ね、残念ながら1ゲーム連チャンチャンスはできないんで、こりゃ勝ったでございます。こりゃ勝った、こりゃ勝った。いやー本当に2回光ってくれてよかったよ。何回転で光ったんだろうでも100ちょっとだよね。弱連しなかったって言ってその後すぐだからね。はいはい、それでは早速コインの方を流したいと思います。えいえい、じゃだじゃだ、何枚だ？353枚。はい、ということで今回の結果353枚、やった！はい、実戦終了、実戦終了。あぶねえ。ということで、今回こちら、マルハン深谷店さんで実践した機種は、北電さんの55ジャグラーを打ちまして、投資枚数が、300枚の獲得枚数が353枚ということで、プラス53枚です。やりました。いやほんとね、閉店ギリギリ前のね、ゴーゴーランプ、まあ、プチフリーズ入って、いやあれ嬉しかった。おっおっと思ったら光ってくれてね、ビッグです、よかった、ほんと安心しましたね。まあ口ではね、今日ドッカン勝ってなんて言ってますけど、もう心の本当に僕心底本当ちょっとずつでいいんで、一歩一歩ね、プラスにしていければいいかなと。まあよく言えばドンと勝ってね、700回前にドッカンと勝ってで700でプラスみたいな、まあそのシナリオが良かったんですけどね。まあまたのいつか、いつかのお楽しみにしたいと思います。ということで今回僕は勝ちました。次回も頑張ります。引き続き応援の方よろしくお願いいたします。次回も勝つよ。えいえい。